そうか。始まったか。はい。ローザ様のご指示で、ゴーダとカノンが警察へ電話しております。それから、親方様に以後のご指示を仰ぐようにとも仰せつかっておりますが、いかがいたしますか。すでにこの島は現世から切り離されているのだ。電話など何の役にも立たぬわ。やめさせますか。ルーレットが終わるまで何をして過ごすの自由だ。好きにさせてやれ。はい。そのローザ様には何とお伝えいたしましょうか。何をして過ごすの自由だと言っておる。歌おうが踊ろうが首を吊ろうが煮えたぎる大釜に飛び込むも自由。13人が死ぬまで好きに過ごせばよいのだ。そんなに退屈ならば、なぜに 6×9 が42になるかでも考えていればいい。それが人と宇宙の神秘の答えだ。はい。申し訳ございません。だが自由にしてよいのはお前たちもだ。ゲンジ、そしてシャノンも今日までよく私に尽くしてくれた。もったいないお言葉です。ですがその、私どもは親方様にお仕えすることを誓った家具です。いついかなる時でもおそばに控えております。最後にその時まで。お前たちには全てを話しておきたい。シャノン、遺言を書く。筆行を頼む。ゲンジはいつもの酒を頼む。はい。準備が整いました。何から語るか。我が生涯を語るもよいか。思い出深い対局を棋譜に残すのは楽しいことだ。100年以上も昔の棋譜を読み、対局者たちの思いを探る思考の旅も実に楽しい。ならば我が生涯の棋譜も、後世の者によって我が思いを探る旅への誘いとなるのだろうか。親方様、どうぞ。すまんな、我が友よ。さ、我が生涯を語るには、あの魔女との出会いから記さねばなるまい。シャノン、筆記せよ。私がベアトリーチェに初めて出会ったのはだいぶ以前に遡る。
あれは昭和の何年だったか。確か終戦の。そう、ありがとう。若い子の気持ちは若い子の方が汲み取れるかもしれない。今はそっとしておく方がいいんでしょうね。ローザさん、私らにこれ以上ここに留まってできることは何もありません。電話は普通でしょうが、明日になれば船が来てくれて、それで警察へ連絡できるでしょう。警察の捜査のためにもここはこのまま残すべきです。私も南條先生に同感です。このようなところにいつまでもおられますとお体に障ります。戻り紅茶をお入れしましょう。そうね、私もそれに賛成よ。バトラ君もジョージ君も、もういい、ここは閉めましょう。警察が来た時のためにもここはこのまま残しておいた方がいいわ。そうですね、バトラ君、大丈夫かい？ああ、流せる涙は流し尽くしたぜ。もう大丈夫さ。さあ、出ましょう。マリア、行くわよ。いつまでもジロジロ見ていないの。おお。さあさあ、マリア様、参りましょう。ここは肩を冷やします。父さん、母さん、今日までありがとう。僕は、きっと父さんたちの期待を裏切らない男になる。親父、綺麗さ。こんな涼しすぎるところに残してくろ。許してくれよな。絶対に。仇は取るぜ。絶対にな。これは、何？気色の悪い落書きだね。犯人が書いたのかな？悪趣味に過ぎますな。これはひどい。私たちが見つけた最初からもう書かれておりました。おそらく犯人が書いたものに違いないでしょう。犯人は魔女だから。こりゃ悪魔を呼び出す魔法人か何かだってのか。これは太陽の七の魔法人だよ。そんなのも知らないんだね。あえた。こら、その気持ち悪い笑いをやめなさいといつも言ってるでしょ。マリア、続けろ。何の意味があるんだ。肉体的あるいは精神的な束縛から逃れるための魔法人だよ。そして演習部に書かれているヘブライ語は、主は私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼ぶでしょう。感謝の生贄？父さんたちが殺されたのはこの魔法人のための生贄だって言うのか。
心を落ち着けてジョージ君。こんなのは犯人の挑発よ。どうせ意味なんてないわ。考えるだけ心に毒よ。そして英語も書いてあるな。ハッピーハロウィン4マリア。なるほどな。それでここを開ける鍵がマリアに渡されてたと。そういうわけか。ここは礼拝堂だしね。マリアちゃんのマリアじゃなく聖母マリアの方の意味かもしれないよ。だとすればハロウィンの名を語った神への冒涜とも受け取れる。悪魔と契約した魔女たちは神の名を常に汚し続けることを誓うという。そういうセンスから言えばこれは実に魔女的な犯行だね。詳しいのね、マリアの受け売り。ええ、そんなとこです。礼拝堂か。礼拝堂にわざわざ呼んで殺した。ローザおばさん、この礼拝堂には何か特別な意味とかあったんすか？特別な意味ってどういう意味？いや、その人間6人の死体をはるばるここに運び込んでこんな凝ったデコレーションをした。ここに6人を呼んでから殺したのか、6人を殺してからここに運び込んだのかは断定できないが、どちらにしても大きな手間がかかる。犯人にはここで6人に死んでほしいどんな理由があったってんだ。そうですな、あんな凝ったことをすれば警察が来た時不利な証拠を見つけられる可能性が非常に高いでしょう。それを犯人が見越さなかったはずもない。なら犯人はどうしてわざわざそんな手間をかけてまでこんなことをしたのだろうということになりますな。だとしたらここで出てくる疑問は一つ、6人の死体発見場所になるここにどんな意味があるのかってことだ。ここはお父様の大切な礼拝堂だったの。私が子供の頃からここに立ち入ってはいけないと厳しく言われていたわ。おお、マリアも前にここに来てものすごい怒られた。おお。大切な礼拝堂、後宮本家にとって何か縁のある？わからないの。お父様はこの礼拝堂をとても神聖視していて、何度か化粧直しの工事をさせるくらい大事にしていたわ。でもみんなも知っての通り、お父様は黒魔術が大好きなくらいで敬虔な信者だったわけじゃない。ここで神に祈りを捧げてたなんて聞いたこともない。私の知る限りでもここに親方様がいらっしゃったことはありません。私たちもここを開かずの礼拝堂と呼んで、そのお化け屋敷のような感じで薄気味悪く思っておりました。お父様自身全く近づかなかったのに、なぜか年に何度か使用人たちに大掃除をさせていたわ。常に清潔にしていて、まるでいつ使用する時が来てもいいようにという感じだった。にもかかわらず開かずの礼拝堂ってか不謹慎だが面白い響きじゃねえか。南條先生はじい様の古い友人なんだって？そのあたりの経緯を聞いたことは？ずいぶん昔に聞いたことがありますが、何と言ってはぐらかされたか忘れました。そうそう、こんなことを言っておりましたっけ。いつか自分もあそこで祝福を受けることもできるかもしれない。しかしそれは奇跡でも起きない限り訪れないと。どういう意味だろうな礼拝堂ですることってなんだ？まさか自分の葬式ってんじゃねえだろうな。金蔵さんに限ってそんなはずは。死後のことより生きている今に一生懸命な方でした。しかしそのせいで遺産問題をこじれさせる種としてしまったようですがな。あと礼拝堂ですることってなんだろうな。祈り？懺悔も礼拝堂だっけ？何にしろうさんくさいね。どういう理由かわからないけれど、おじい様にとってその南條先生の言っていた通り奇跡でも起きない限り祝福を受けられないというのは、この礼拝堂を建てた時から決められていた宿命のようだね。どうしてそんなことがわかるの？ほら、あそこにはっきり記されてます。ほら、あそこに。
英語は弱いぜ。何？ This door is opened only at probability of？ すまない、英語ダメだ。確かこれは M、B、T、Q だから、いくつのことだっけ？確か、とにかくこれはすごいよ。両手の指じゃとても足りない。確かに奇跡でも起こらないとダメだね。ですな。何事も博打的に例えたかった昔の金蔵さんらしい言い方です。なんだなんだ、みんな読めたのかよ。誰か俺にも意味を教えてくれ。英語くらい勉強しなよ。この程度読めないでよく高校に入れたね。あいた、あいた、あいた、あいた。余計なお世話だぜ。それで、なんて書いてあるんだ。ざっとこんなところだよ。この扉は奇跡が起きない限り開かれない。あなたは奇跡が起きない限り祝福されない。おじい様の魔術は天文学的低確率を基礎とする。つまりこの扉が開かれる奇跡はおそらくものすごい膨大な魔力を必要とするに違いないよ。あいた。よーし、ご苦労。もう黙っていいぞ。ローザおばさん、マリアを英会話教室に通わせてたんすか。やっぱ英語は幼いうちからやんないとダメなんだな。開かずの礼拝堂か。魔女ベアトリーチェは本当に魔女だったかはともかく、何十年も前に実在した女性でおじい様の愛人だったとささやかれる人だ。これはその私の勝手な想像ですが、お館様はベアトリーチェ様をきっと深く愛しておいでだったのでしょう。しかしすでにご結婚されていて結ばれることはできなかった。なるほどな。死んだベアトリーチェが奇跡の魔法で蘇れたなら、ばあ様が死んでる今大手を振って結婚できるわけだ。でこの礼拝堂で結ばれようと、そういうメルヘンチックな話だというわけなのか。そう荒唐無稽な話とも思えないわね。お父様が今なおベアトリーチェを深く愛しているのは周知の事実。あと気味が悪いとは言ったけれども、礼拝堂の内装はとても華やかだった気がするの。お父様が死んだ愛人との結婚式を夢見てこの礼拝堂を建てたという想像は案外外れていないかもしれない。この礼拝堂を建てたその当時からおじい様はこの教会を使うことは生涯ないことを知っていたのだろうね。でも何かの奇跡で魔女が蘇ることを祈った。そしてもしもその奇跡が起こったならここで結ばれようと思った。なるほど、そう考えると確かにここはベアトリーチェ様にとっても大変意味のある場所ということになりますね。決して開かれぬ礼拝堂と知りつつ、悲しい恋の話です。開かぬ礼拝堂と知りながら、それでもなお奇跡の日を夢見ていたのでしょうが、金蔵さんは若い日にはとてもロマンチストな方だった。わかる気がします。どうだろうな。でも年に4回みんなで入って掃除してたんだろ。何が開かずだ、うん、俺たちだって現にこうして出入りしてる。それは奇跡なんかじゃねえ。鍵を持ってきて、カチャリとやって入った。ただそれだけの話だぜ、バカバカしい。で、どういうこと。どういうことって、何がすか。
どうなさいましたか、ローザ様。ねえ、ゴーダさん。この礼拝堂の鍵、これ、源氏さん言ってなかった。一本しかないって。みんな気づくのが遅すぎるんだよ。はい、その鍵は1本しかございません。親方様の大切な礼拝堂の鍵ですので、1本しかなく、複製もありません。普段から使用人室のキーボックスに大切に保管されていますが。そうよ。そしてそれがなくなってたと源氏さんは言ったわね。何者かがそれを奪い、封筒に入れてマリアに手渡したのよ。それも昨日。なんだって。ってことはつまり、おかしいじゃねえかよ。そんなバカな。これは妙な話になってくる。どういうことでしょうか。私には何が何だかさっぱり。私にもです。どなたか説明してはいただけませんかな。間違いない。閉まってた。私が開けたのよ、間違いなく。私がマリアの封筒から鍵を取り出してここを開けるまで、確かにこの扉は施錠されていた。でもこの鍵は封筒に入れられてマリアに預けられていたのよ。しかもそれは昨日のお昼前の話なのよ。何ですと。それではおかしいではありませんか。そうなんだ。唯一の鍵は昨日の昼にマリアが魔女を名乗る女から受け取った。つまり昨日の昼から今朝方、ローザおばさんが開場するまでこの礼拝堂は密室だったことになる。どうやって親父たち6人はこの中に入って、しかも殺されたんだよ。ぜえ真似だぜ。またかよ。また密室かよ。魔法の力で鍵を開けたんだと、そう言いてえのか。バカにするんじゃねえ。わらわの力で鍵を開けるところを見せろと言うなら見せてもよい。しかしそれではそなたを屈服させたことにはならぬ。そなたが言う人間での説明、これを突き果てさせた時こそがわらわの勝利の時なのだ。さあさあ、どう崩してみせる。人間ならどういうトリックで崩してみせるというのか。ん、前回の密室と同じだ。情報不足。こんなのじゃ推理不能だ。何の言い訳でもできるぜ。どんな手品だって通じる。推理なんてしようがねえ。またそれか。情報が足りないから様子見。不確定情報があるから推理不能。そなたら人間の思考停止の言い訳はいつもそれよ。人間風情が何を気取るか。ラプラスの悪魔の座に及ばねば思考を巡らせること一つできないというのか、この無能が。それに貴様は情報不足がまるで自分の不利になるように言っているが、真実は全く逆だぞ。
そなたに与えられる情報が増えれば増えるほどに、そなたは苦しむことになる。己を締め付ける圧搾機の力を強めていく結果になるだけよ。おお、そうなら言わせてもらうぜ。これがそもそも密室かどうか検証不能だ。悪魔の話が出てきたんで俺も言わせてもらうぜ。密室でないことの説明はできる。こうやら出入りできるというのを示しゃいいんだからな。だが密室であることの証明は不能だ。無限の方法の全てを否定はできない。つまり悪魔の証明ってやつだぜ。密室という定義は実は証明不能なのさ。情報不足を言い訳にした思考停止の次はそうきたか。まあよい、それがそなたの指し手だというなら認めようぞ。続けるがよ。なぜお前は礼拝堂が密室だと言いたいらしい。実際俺もさっき中をぐるっと見させてもらったが、確かに扉以外から出入りする方法は見つけられなかった。だがそれは俺が見つけられなかったというだけで、密室の証明にはならないわけだ。俺には見つけられなかった隠し扉なんかがあったら、全ての前提は吹っ飛ぶぜ。つまり俺が隠し扉を見つけられようと見つけられまいと、密室を出入りできる方法 X を常に否定できないわけさ。そしてその方法 X は魔法でなくても実行可能さ。何しろ隠し扉なんだからよ。この礼拝堂だってそうさ。発見不能な隠し扉がどうせあるんだ。だから推理なんてする必要もなく、魔法なんかありえないってわけさ。ほうほう、そういう論法か。甘いな。想定していた一手だぞ。ならばわらわも受け手を誘う。わらわは人間風情の推理小説とやらに出てくる密室というものを常々バカバカしいと思っている。なぜか使い方が間違っているからよ。推理小説に登場する密室をお前は本当に密室だと思っているのか。思ってなどいまい。どういうトリックを使えば密室に見せかけられるか、そう思っている。つまり人間どもが積み重ねた100年の密室殺人などただの一度も完成されたことはないのだ。言うじゃねえかよ。推理マニアは怖えぞ。クリスティが墓の下で歯ぎしりしてるぜ。だがわらわは違う。わらわは本当の密室を生み出している。そしてそれを立証できるのだ。なぜか、わらわは魔女だからよ。悪魔の証明は悪魔を連れてくれば証明できるのだったな。ならば好都合。魔女にとって悪魔は良き友よ。いくらでも連れてきてやる。上等だぜ。親父たちは隠し扉を使って礼拝堂に入った、あるいは運び込まれた。この一手をお前はどうかわしてみせるってんだよ。こうだ、生死は捨ておく。6人は確かに扉から入った。はあ、バカ野郎、鍵がかかってんだぞ。どうやって。わらわが魔法で開けて中へ誘った。そんなわけねえだろ。魔法なんて認められねえ以上そいつを受け入れるわけにはいかねえ。お前は嘘をついている。あの扉は何かのインチキで開くんだ、あるいは隠し扉があるんだ。そのどちらかしか認めねえ。パーペチュアル。チェスでは千日手をこう呼ぶ。互いが相手の根拠を否定し合い議論が進まないのもわらわたちのゲームでは千日手に同じ。多くのゲームではこれを引き分けに定めるが、これでは興をそがれること甚だしい。わらわたちに引き分けはない。いわくそなたがわらわを認め屈服するか否か。それについてだけは同感だぜ。お前のお望み通り決着はきっちりつける。その心意気や容姿。そこでわらわは考えた。わらわとそなたのゲームに新しいルールを追加しようと思う。新しいルール？どうせお前が有利になるルールなんだろう。まさかまさか。
そなたらが求めてやまなかったものを与えようというのだ。貴様ら無能どもがいつも嘆いてみせる思考停止の理由、情報不足。そしてそれに対し情報を与えると今度はその情報の真偽を疑う根拠否定。便利よのう、無能を棚上げする。実に小気味よい言葉よ。この便利な言い訳をわらわは取り去ってやろうというのだ。感謝するがよい。扉から入ったというお前に対し、俺はそんなはずはないと否定した。その否定が逃げ口上だと言いたいのか。そうだ。だからわらわはこれより真実を語るとき赤を使うことにする。どういうことだ。説明を続けろ。わらわがどのような魔法の一手を仕掛けようとも、そなたには常に情報不足や根拠否定を繰り返すことで延々と逃げ続けることができる。これでは最終的にわらわが勝つことが変わらぬとしても、あまりに退屈を極める。そのためわらわはそなたが望む情報と根拠を与えてやろうと思う。しかしそなたはわらわの言葉一つ一つを疑ってかかるだろう。それ自体は悪いことではない。わらわもそなたを屈服させるためにあらゆる手を差す。互いに最善手を探り合うその姿勢は嫌いではない。しかしそれではゲームにもならぬ。だからこのルールを設けた。わらわが赤で語ることは全て真実、疑う必要が何もない。それを信じろというのか。わらわはそなたとゲームをしている。ゲームのルールは神聖、それを軽んじる者に参加の資格はない。よーし、乗ったぜ。受けてやるぞ。そのルール、水かけ論や揚げ足取りなんて小学生でもできるぜ。なら早速再開しようじゃねえか。さっきの続きだぜ。もう一度繰り返す。親父たちは隠し扉を使って礼拝堂に入った、あるいは運び込まれた。ならばわらわも繰り返そうぞ。生死は捨ておく。6人は確かに扉から入った。その証拠はあるのかよ。ストップ。ルールを補足する。わらわは真実を語るときに赤を使うが、それに対し証拠を示して立証する義務を負わない。ただ事実であり真実であるのだ。理由は簡単だ。わらわは全ての犯行を魔法で行う。だからどんな不可能犯罪もお前の目の前で魔法の杖を振るってみせれば済んでしまう。しかしそれではゲームにならない。チェスを指しながら勝敗を無視して相手に殴りかかる蛮行にも等しい。確かに最もだ。お前が魔女である以上証拠を示す必要がない。何でも魔法でできちまうんだからな。ひでえ話だぜ。なんて不利なゲームだ。それではもう一度再開するぞ。6人は確かに扉から入った。わらわが魔法で鍵を開けた。この魔法を、密室をどうかわす。鍵だ。源氏さんたちは鍵が一つしかないと言っているが、そんなのは証明不能だ。犯人はこっそり合鍵を作っていた。礼拝堂の鍵は一本しか存在しない。じゃあこうだ。犯人は正規の鍵以外のものを使って開けたんだ。何かわからないが、例えば針金とかキーピックの道具だ。なんだなんだ、その甘いさしては。礼拝堂の施錠は礼拝堂の鍵以外では解錠不可能。もっとも魔法の力では開けられるがな。じゃあこうだ。扉自体がおかしかったんだ。施錠された状態のままでも通行できる仕掛けがあった。それが何かはいろいろ考えられる。お城の大扉に小さい入り口がついているように、さらにもう一つ扉があったとか、蝶つがいを外して扉を丸ごと外して入ったなんてのもあり得る。それが人間どもの100年の英知なのか、バートラー。礼拝堂の扉は施錠時にはいかなる方法での出入りも拒む。魔法が使えない限りな。そろそろチェックメイトか。まだまだ。お前は6人は扉から入ったと言ったが、この正面扉とは言ってない。他の隠し扉から入ったのかもしれない。
くどいわ、無能が。ならば先ほどの一手をさらに進めよう。6人は確かにこの正面扉から入った。めちゃくちゃだ。鍵は閉まってる。そして1本しかない鍵以外では解錠不能で、にもかかわらずこの扉から6人が出入りした。どうやってだよ。魔法だってか。くそ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 。早くも人間の限界が露呈したか。ならば叫べ、リザインと。投了者はそう叫び、キングを倒すのが習わしよ。さあ降参か。ならば屈服を宣言せよ。そしてキングを倒すようにひざまずけ。そしてわらわの靴にキスをするがいい。お前のような男に靴を舐めさせるのに勝る喜びはないわ。それだけは断じてないぞ。わらわが屈するか、そなたが屈するか、それ以外の決着はない。互いへの災難と例えたあの時の勇ましさはどこに。おい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 、がっかりがっかり、期待外れだぞ、後ろ宮バトラー。どうした？急に黙り込んだな。安心しろ。屈服は一時の恥よ。後に待つは身を委ねる喜びだけよ。さあ、頭領を叫ぶがよい。聞こえんぞ。大きい声ではっきりと言え。寝ぼけるな。お前が聞こうとしていないだけだぜ。ならもう一度言う。投了はない。続行だ。ゲームを再開するぞ。ほう、よかろう。そなたの手番からだぞ。お前の作ったルールを俺はお前の武器だと勘違いしてた。しかしそれは俺にとっても武器になるってことに気づいたぜ。つまりこういうことさ。試すがよい。俺はずっと密室の礼拝堂にどうやったら入れるかで頭が凝り固まっていた。その考え方じゃダメだったんだ。ああ、ダメだぜ。全然ダメだ。チェス盤をひっくり返す。そうさ、思考の向きが逆だったんだ。本当の考え方はこうさ。もともと密室じゃない礼拝堂をどうやって密室に見せたかだ。来たな、人間どもの生み出した100年の思考術か。試してみるがよいぞ。赤で語ってもらうぜ。無理ならば拒否しろ。行くぜ。
礼拝堂に入るにはこの扉しかなく、そして鍵はたった一つってのも分かった。だが待ちな、その鍵が本当に昨日の昼前からマリアの手に渡っていたのかどうかだ。長いな、かいつまむがよい。こういうことさ、俺たちは鍵が昨日の昼から使用不能だと思い込んでいる。だから昨日の昼から今朝まで密室だと思い込んでる。それを思い込みじゃなく、あんたにはっきり事実だと宣言してもらいたいのさ。面白い、扉ではなく鍵を論点にしたか。マリアは昨日お前から封筒をもらってる。マリアは開封しなかったが、手触りで鍵が入っていたことを知ったかもしれない。だが間違いなく礼拝堂の鍵だと確認できたわけじゃない。つまりこういうことさ、マリアに渡した封筒の中身は偽物だったんだ。何を言い出すかと思えばバカバカしい。ローザは今朝確かにマリアの手提げの中から封筒を取り出し、そこから正真正銘の礼拝堂の鍵を手に入れたぞ。偽物などということはない。そんなことは分かってるさ。続けるぜ。ならマリアが封筒を受け取った時、その中身は間違いなく同じ礼拝堂の鍵だったのか。ほう、つまりこういうことさ、お前は昨日の昼マリアに鍵入りの封筒を渡した。決して開くなと言い含めて、マリアは中に鍵があることを悟ったろう。そして後にローザおばさんがその中身で礼拝堂の扉を開けたため、それは礼拝堂の鍵だったということになった。疑わしいのはここさ。こう言いたいわけか。わらわがマリアに鍵を預けた時点では、その鍵は偽物だったと。そして、ローザが鍵を手にするまでの間に、本物とすり替えたと。ああ、そうだ。どうした？ベアトリーチェ様よ。さっきから調子が悪そうだぜ。親しい者はベアトと呼ぶこともある。ベアトでよい。ベアトの手番だぜ。チャンオブザゴールデンウィッチ、かわしてみせろ。よかろう。わらわがマリアに預けた封筒の中身は確かに礼拝堂の鍵だった。追うぜ。赤で復唱できるか。その封筒はローザおばさんが開封するまで完全にマリアの監視下に置かれていた。無理なら拒否を宣言してもらうぜ。チェックだ。拒否する。これで一手差はひっくり返ったぜ。今度はお前がキングを逃がす番だな、ベアート。拒否に理由はある。それはそなたの言う監視下という単語の定義についてだ。純粋な意味に従うならば、それは四六時中マリアによって見張られてなければならない。だがマリアはそこまではしていない。手提げから出していた時は完全に監視下にあっただろうが、手提げに入れた後は視界から消える。その意味において、監視下という単語が適当でないため、赤が使えなかっただけだ。苦しい手なんだろ。俺の次の手も読めてるって顔だぜ。悪いな。俺は女に優しいんだ。女を傷つけない。女の期待を裏切らない。赤で復唱してもらうぜ。言えるもんなら言ってみやがれ。マリアの手下げはローザおばさんが封筒を取り出すまで誰も触れることができなかった。これも拒否する。理由は説明しない。違うぜ。説明しないんじゃない、できないんだ。その手でチェックメイトなんだろ。お前にできないなら俺が説明してやる。お前がマリアに渡した封筒には確かに礼拝堂の鍵が入っていた。そしてマリアはこれを手提げにしまい、翌朝にローザおばさんがここから取り出して鍵を開けた。しかしマリアは手提げを完全な監視下に置けなかった。魔法なんか必要ない。人間に可能な密室トリックだ。人間である犯人はマリアに鍵を渡し、翌朝ローザおばさんに使わせることで、その間が密室であったかのような幻想を作り上げたんだ。お前はその間マリアの手提げの中から犯人が鍵を取り出し使用して朝までに手提げに戻した可能性を否定できない。赤で言えるか。復唱要求。
言えるもんなら言ってみやがれ。もう一度チェックだ。まだだ。チェックを外す。鍵の入った封筒は風呂で封印されていたはず。ローザは未開封の封筒から。そうかい、なら言ってみやがれ。復唱要求。昨日の昼の時点で渡した封筒とローザおばさんが開封した封筒は同一のものである。それは復唱できる。わらわがマリアに渡した封筒とローザが開封した封筒は同一のものであるぞ。ダメだぜ。全然ダメだ。そんなのもうどうでもいいことだろうが、俺は期待したぜ。ここで降参したなら少しは読めてるやつだと思った。だからがっかりだ。あんた俺の期待を裏切ったぜ。封筒が同じものなんて大したことじゃない。風呂なんて何度でも撃てるんだしな。中身の鍵だろ、大事なのは。これで今度こそしまいだぜ。黄金の魔女、本当のチェックメイトだ。もう一度求めるぜ。復唱要求だ。言えるもんなら言ってみやがれ。マリアが受け取った封筒の中の礼拝堂の鍵はローザおばさんが開封するまで一度も使用されていない。このわらわが人間不正に。何とでも繰り返すぜ、ベアトリーチェ。復唱要求。マリアが受け取った封筒の中の礼拝堂の鍵はローザおばさんが開封するまで一度も使用されていない。吠えるならば口にしろ。リザインだったな。これで決まりだぜ。これが真相だ。マリアの鍵はローザおばさんが今朝手に入れるまでの間に一度何者かの手に渡ったんだ。そして鍵を使用して封筒をし、あたかも未使用であるかのように見せかけてマリアを手提げに戻したんだ。封筒が解かれていないから鍵が未使用であるという思い込みが盲点。安っぽいトリックだったんだ。チェックメイト。魔法なんかじゃない、人間に可能なトリックに過ぎない。ならばその鍵を奪ったのは誰だというのか答えてみせろ。お前が今度は復唱してみせろ。そうだな、お前にばかり復唱させた。たまには俺が答えなきゃならないだろうぜ。だが拒否する。俺の勝利条件は魔女の存在を否定することだぜ。貴様の魔法による不可能犯罪を人間の手でも可能であることを証明するところまで俺はお前の密室を人間にも可能だと打ち破った。だから誰が犯人だと具体的に追及はしない。なぜなら俺は人間を信じてるからだ。俺たちの中にマリアから鍵を奪い、それを使ってあんなひでえことをしてのける人間がいるなんて断じて認めないからだ。降参だ、リザイン。この盤面についてだけは一度降参しよう。だがやはりお前は甘いな、バトラー。捨て台詞は敗者の特権だぜ。好きに楽しめよ。わらわの存在を否定し続ける以上、そなたはやがて追い詰められることになるぞ。何しろわらわを否定する以上、そなたの愛してやまない親族たちを疑うことにならざるを得ないのだからな。そなたは愛しいものを疑わざるを得ない最後の瞬間、わらわの存在を必ず認めるだろう。確かにこの盤面だけはそなたに取られた。しかしその差し筋の甘さは必ず身を滅ぼすぞ。お前はやはりわらわには勝てぬのだ。後ろ宮バトラー。